はい、ラーメン作ります。はニンニク肉ラーメンを作ります。足し算の引き算ラーメンということで、動物系スープにニンニクで引くっていう究極の引き算のラーメンです。スープは背脂含ませた中濃度なスープで、動物系らしいスープです。あとは気合で作ってみてください。麺はミスりました。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
ニンニク肉ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。うまいです、これは。はい。結局トッピングって種類多い少ないってあんま関係なくて、相性のいい方が、相性の方が重要かなと思います。あとは気合ですね。今回ラーメンらしい気合の入り方してるなっていう、こうビジュアルが大事かなと思います。で、今回ちょっと残念なのが、ちょっと麺が終わってます。これちぎれるんですよね。あの中力粉と強力粉半々で作ったと思ったんですけど、多分これ薄力粉か中力粉だけ、薄力粉だけはないですね。薄力粉と中力粉か、もしくは中力粉だけでやっちゃってると思うので、ちゃんとしまうとき、自分ジップロックに小分けしてるんですけど、ちょっと間違っちゃったので、ちゃんと書かないとなと。あの、触ればわかるんですけど、今回ちょっと完全にこれ強力粉だと思って作っちゃって、で、ブレンドしちゃったから、ちゃんとしましょう。はい。まあ、中力粉だけでやる場合はうどんの要領で上下左右ちゃんと折りたんでグルテンの強化したりとか加水率上げるとかして、あとちょっと太めにしたりとかしてあげてください。まあ、あとは特に言うことないですね。チャーシューの切り方、このやり方とチャーシューだれも東丸のうどんのやつで作るとなかなか美味しいので、この組み合わせはなかなかいいかなと思います。まあ、そんな感じです。ラー油の販売したい件ですが、まあ、一旦急がずにコメントだったりとか、お店でお客さんだったりとか、そういう方にラー油の使い道聞いたりとか、あとは自問自答してちゃんと作りたくてですね、やっぱり自分みたいなラー油の使い方ってちょっとしないんじゃないかなって、ちょっと疑ってるっていうよりか、多分一般の人と自分の使い方違うというか、自分の場合はその炒め物とか、まあ、至る所でサンラータンとか特に使うんですけど、うん、でみんな餃子とか使うじゃないですか。自分そんな餃子作んないというか、まあ、好きだけど作んないんで、あ、確かになっていう。なんでそういう部分で、あの、いろいろヒアリングして、何の料理に合うラー油にを目指すべきなのか、まあ、餃子は餃子なんですけど、餃子は何でも合うんですよね。どんなラー油も合うので、かそのスープなのか、例えばみんな何使ってるのかなと思って、その鶏ガラスープ、例えば鶏ガラスープに大体ごま油とか入れると思うんですけど、そこをラー油にするのかなとか、まあこれ結構使ってるなってものに対して目標にして、こうラー油を合わせにいくみたいな感じでやっていこうかなと思います。まあ、途中経過はまた言いますのでよろしくお願いします。まあ、満足いくまで試作してから多分販売となりますね。あとハバネロ 100% でやってって方いたら、1リットルくらいで販売とかはまあやれるのかなと思ってます。でもさすがに唐辛子代だけで2万するので、3万とかわかんないですけど、うん、まあ多分ないかなと、非現実的かなと思うので、まあハバネロとかジョロキアだったりとかは粉残しただけで全然辛いので、その粉をそのタレの中に入れちゃうと、なので粉残しのやり方でも全然辛いので美味しいかなと思ってます。まあ、そのあたりもまたやっていこうかなと思います。はい、そんな感じで以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルオチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。それとお店の方もやってます。大阪製麺で検索してみてください。それではまた。